東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？コンサドーレ札幌が蒲田マーレさぬきに 1-0 で勝利し、2007年5月27日の J2 第18節福岡戦以来約9年ぶりの5連勝を達成した。2分け2敗でさぬきに勝ってていない札幌は前半42分左サイドからディフェンダー福森明人がクロスを供給するとペナルティーエリア内右のフォワード徳良健が頭で中央に折り返し、フォワード内村義弘がヘッドで押し込み先制に成功した。さらに守備面では4試合連続無失点と安定したブロックでさぬきの攻撃をシャットアウト、最後まで得点を許さず5試合連続の1-0で勝利で首位をキープした。一方2試合連続で得点がないさぬきは終盤に向けて主導権を握り、高い位置でボールを奪うなど相手陣内でパスを回す機会が多かったが、決定的な場面をなかなか作ることができなかった。結局最後まで札幌の堅い守備をこじ開けることができなかったさぬきは3試合連続の無得点に終わり、7試合白星なし4分け3敗となった。試合後のヒーローインタビューで内村は、相手の守備は堅いしなかなか点を取るのは難しいと思っていた、サイドのクロスとかでチャンスできていた、福森がいいクロス上げて徳良が折り返してくれたのでチームが狙っていた取り方で取れたので良かったです、触っただけなのでありがたいですと得点シーンを振り返り、みんなサボらず守備をしている、それがいい守備につながっていると好調の要因を説明した。